MLB、藤浪晋太郎、急追立ちで62試合目の登板に、ファンは不安。いくらなんでもちょっと投げすぎ、怪我だけは。2023年9月23日、11時23分、米大リーグ、ガーディアンズ、オリオールズ、22日クリーブランド、プログレッシブフィールド。オリオールズ藤浪晋太郎投手、29の登板数に、ファンが不安を抱いている。藤浪は22日、日本時間23日、敵地ガーディアンズ戦で5、6で1点を追う、6回1失、走者なしから3番手で登板。2人を打ち取って無安打無失点でマウンドを降りた。給水立ちで62試合目の登板だった。これにはネット上で、藤浪くん無失点。まずは良かった。ほっとしたわ、藤浪出せば次の回に得点が入る風潮と喜ぶファンが。使い捨てなんだから壊れるまで使うに決まってる。必要とされてよかったね。チームに馴染めてたらいいけど。ファンってどこにでもいるんだな。自分で何も考えることができないよう分。力の抜きどころ分かってる人だから、故障はない。馬車馬のように。まあリリーフで投げてる時点でメジャーではただの消耗品としか思われてないからな。メジャーの中継ぎはこれくらい普通だろ。登板数現時点でメジャー53位、先発の時期があったから登板回数は多めだけど、まあこんなもん。登板回数じゃなくて投球回数。中継ぎは使い捨てでしょ。いやまず実績を考えろよアホか。4億分はもう働いたよな。丈夫さが取り柄だぞ。アメリカは理にかなった起用法定着してるようでいて故障者だらけだからな。酷使しての使い捨てがすぎる。中継ぎって壊れたら廃止ってなるポジションだし、こんなものでは。中継ぎなら感覚こんなものだろ。皆さんは藤浪晋太郎選手どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。